はい、すみません。はい、はい、それでは、レジェンさんです。よろしくお願いします。紹介だな。皆さんこんばんは、レジェンと申します。今日は特別に平田さん、ドラムで入っていただきまして、1番、1曲目2曲目か、助けていただきたいと思います。それより何より、ガスさん、開局というか開店というか、ちょっと初め怖かったですけどね、もう慣れました。素晴らしい笑顔とね、僕たち演奏者のことをよく考えていただいて、素晴らしいマスターやなって思いました。ちょっと安してくれるかな。あとびっくりしたのは、さっきあの外国の女性の人、それ意識してガンちゃん歌うで上がって死んだ。あの方はバイトの方なんです。そうです。あの奥さん、あ、奥さんとか違うんですね。それライブ中にする話じゃ。はい、じゃあ1曲目いきたいと思います。オリジナルと、それと、ゴンちゃん、ミュウちゃん、本当今日はありがとうございます。ありがとうございます。力いっぱいお話の方を進めていきたいと思いますので、では1曲目、オリジナルからアンダルシアの風に吹かれて。
という、チーママやってます。でワンセット25万ぐらいで、値段上がってます。そうね、コロナ明けということでね、祭りな漫才ということでね、それが20万になるそうなんでね、すごい水割り、飲んでやってくださいませ。今日はね、本当、もう闇上がりと皆さんよく言われますけどね、もう みんな闇上がりやけど、また闇上がりでまた病気が流行ってきてるみたいやけど、もう心配でなりませんけどね。コロナかかる、皆さん、え、コロナかかなかった、なんで、いや闇上がりえそうじゃない、いやいや皆さんがね、こう普通に病んでる、そうそうそう、頭がちょっとね、アホかお前マスク初めてこうつけてやったんですけどね、だん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 こう下がってで、ここに唾詰まってきてね、もう大変なことになってますけどね、ここね、それが一番大丈夫、ここ離れてるから大丈夫、ね、そう、ここはあれか、漫談喫茶か、喫茶じゃあライブハウスか、そんなことでね、1曲目、オリジナルでアンダルシアの風に吹かれて、もう打ち合わせ、もうさっきチラッとやっただけなんですけどね、いかに自分のあのテンポが遅いかっていうのがもう思い知らせますね。やっぱりドラムがあるとやっぱりこう音が主軸になるのでね、あ、なんかの音楽の話してる、なんかね、ちょっと話してる、ちらっとね、横見たら必死の瀬川さんが見えたのがおかしい俺が必死やったらおかしいんかい、おかしいねこんなやつとやってはんねんな、そうそう、こんなやつがな、ここにアホかほんまに、でも先輩なんですいやでもね、さっきあのガンちゃんの話した10年前ね、もう僕も二十歳ちょいぐらいに、やっぱり南北に行ったらオーディションがあって、でそこで歌って、本当5000円もらって、あの頃ステージやったら本当に1万円もらって、でそこであの何 ボーイさんじゃないけど、そこでね、中でこういろいろ作ってたりしたら、バイト代とそのあのあれとね、でたまにチップくれたらね、で お誘いが来るのよ、お客さんめっちゃ怒ってくれた、そうコーヒーパーッと来て、うん、で下に紙があって、やらない、何やった、いや、やりませんっていうことだよねほんでもう一つはあのもうあるのあるのそれ、ほんで、で行きました、で、ね、あ、ちょっと二人でいい感じになりました男でしたみたいなね、ほんまにね、色、あ、でもサラです。はい。すごい。ここ話しとったらもう止まらんと。今度な、今度生まれてくるときは外国の女の人だな。そうやね。そうやね。気付けてな。だからあのコロンビアとかね。なんでサラいう名前なんちゃう。いや、ちゃうちゃうちゃう。ケツケツ。ガンちゃん。はい。あかんよ、この中年乗らせたらもうどこまでも走っていくからね、ああよかった、さっきの外人さんいらっしゃらなくて、日本人みんなこんなじゃない、ガンちゃんちょっと意識してずっと英語の歌を歌いながらあの、ね、女性の人意識して、途中で上がってどないすんねん、もうほんまにもうDJ なんとかやね、あ、ごめんごめん、はい、歌せでね、2曲目のあれはもうあのどうぞ、ちょっとコロナ明けて今日2回目のライブ、コロナ明けコロナ明け、一応ね、宿泊で2回目のライブ、この前も40分時間いただいて3曲しゃーなやが報告することがいっぱいあってとても俺のちっちゃい胸の中ではもう思いかでは今日 あのメンバーの方ちょっと紹介してあげてメンバーもうここの司会者はもう6でもないんやから、ね、あと4組全部ね、あの僕らの次のね、そうそう、男女ユニットのもう名古屋で有名な、ブリーフとファスナーさんやったねブリーフと私じゃないね、でしょう、ちょっとチューニングするから逃げた逃げた、リグエルさんなんですけど久しぶりに、一回テーマのあのあそこでやってはんの、ゆうちゃんのもんね、あ、そうだった、いつもね、美味しそうなごちそうばっかり出してはるの見てたんですけど、まあ、あれ全部食べたら若い人になると思って、すごいよね、ごめんね、ご主人もね、全然おかわりなくて、あれ、相方さんが旦那さんじゃん、あ、そうやろ、びっくりした、言うたらあかんのかな、うわっいいんですか、ペーパーで紹介してよ、曲の曲の紹介
で食を開けで新曲ちょっと練習不足で申し訳ないんですけど、はい、言い訳をするな言い訳を、はいはい、もう前にまだ1曲しかしてないよ。ではでは色彩のブルース、イエーイ。Thank you.
拶できちゃう。拍手を。挨拶ついて。あの拍手お願いします。ありがとうございます。森ばっかりで、今出ていた。ちょこちょこって。ちょこちょこって。太鼓担当の人は人間じゃなかった。一生説は間違えたね。スペさんって言ってた。なんやかもう。聞こえて。歌う。なんでも答えません。セガーさん、歌うんやったら、こっちに出させてもらったら歌いやすい。何を？これ貸してくれはんねん。ああ、そうなんや。やつ。うん。じゃあちょっと。貸してもらいます。皆さん、ありがとうございました。どうも。鉢が大きいからね。あ、そうや、メガネの上からメガネの上からメガネでも使えます。開けるって、はい、だってないもんな。かわいい顔が見えないからか、あ、歌やるたんだ、きついか。歌のきつい、うん、マスクとどっちがいい。マスクよりもマシやもうけど、マスクよりは大丈夫だけど、息吸えるもんな。途中からパーンと外すかな。でも、セガさん、ちょうどいいかもしれない。顔のダイエットに。ああ、これ、メガネをこう上げたいときに上げられないね。あ、そっか、そっか。やっぱりね、だんだんマスクでええわ。マスクしとく？あ、もうでもマスクなしに。もう、そんな歌わないでしょ。この距離があるから大丈夫。私が離れとく。離れとく。あ、危険な状態になってます。あ、ちょっと待てよ。話しておいてください。皆さん、あの、あれですか、自粛中何されてましたか。ワンちゃん、自粛中は何してました、家で。自粛中は自粛してました。してましたか。えらいなギターの練習もせず、あ、してた、バンジョーの練習もせず、バンジョー作詞、作曲もせず、作詞なんかね、みんないっぱい音楽出せるじゃないですか。うちらね、出した方がええんかなって言われたから、出し方よ、動かないからもうやめとこうって言ってみんなすごいですよね、いっぱい出してはって。うん。みんなあと半分で曲作ってはんねんな。うん。その間に曲作ってって言うたのに、結局できなくて。わかる。そうやね。あ、ここさ。ね、今日ぼちぼち、あの、バンドのご紹介をしとったり、あげとったけども。あの、バンドの一番でやっていただいたのが、ガンさん。でもいいお兄さんで、聞いてるガンちゃん紹介するんですけど、で2番目がうちで、3番目がリベールさん、はい、で最後鳥が見るさん、はい、最後のセッションめっちゃ楽しみですけど、どうなることやらお楽しみで、ね、あの次の歌もゾウさん、キリンさん、何やった、カバーや全然受けへんかったもう受けるか、出し尽くしとるやろ、もう俺らもうほんまカバーをね、一応私カバー担当で作る専門なんですけど、ひどい話やろ何しようかなって言って、まあちょっと若めの曲をいつも選んでくるんですけど、今回はベニーっていう方、あ、そうやなんですよね、今年コロナで、花火大会とかだんじり祭りもなくなってましたね、あ、ね、中止になったんですよ、悲しいなって。マヨネーズソースではでは、ぼちぼち、はい、カバーをちょっと小細工しますよね、ちょっとだけ花火の雰囲気を始まってください。花火カバーやからね、これはまたなかなか聞いてませんすいません、花火の音を出そうと思ったんですけど起動しませんので、なしという、パパ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 パ
難しいんですよ、結構上がったり下がったり、ね、
いやいやって最初拒否しよったんですしよったんですよしよったんですわ、俺がこんな曲でけへん言うてでもやってくれんと違う曲歌ってる時のミサちゃんの顔好きやねうわーやっぱ違う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 ずっと歌っときましょう20万取られるよガンちゃんなら10万円に負けた10万取るんかい肌みたいなもん肌みたいなもんああ最近10万円受け取りました皆さんもらったえそうもらったようやく早いんやまだあの遅い大阪府やけどようやくもらったあそうですかマスクはね1ヶ月前ぐらいもらいましたけどねもうそのまま役所に持っていきましたけどね僕の場合でねペガさん小さすぎたんですってそうそう話しかつアホかよちゃんとカバーしとるわちゃんとキリンしとるわあんまいいかカバーは大阪府なんか10%だよ大阪府やるぞじゃあ、オリジナルもね1曲目もオリジナル、アンダルシアの風に吹かれてる曲歌わせていただいたんですけど、次の曲も、いつも歌ってる曲なんですけど、ブルームーンこの間皆既日食月食なんかよあの分からんけどあったみたいですね全然ブームーンやったね月はねなかなかね気まぐれでございますのでね皆さん、前は、はい。話がみんなシーンとしてき、あもう興味がないので、もうこれからやで、みんなファイトやで。セガさんやじられへんかったら喋られへん。あと一曲ね。はい。じゃあラストなんかもうブルあもうチューニングまた。じゃあラストですけど、今日の月は青いです。ブルームーンです。はい。見上げる空は月明かり静かに静かに流れている密かにあなたに微笑んで雲の隙間に隠れている出尽く街を悲しい光私の想いがそこにある追いかけても離れてゆく雲に寄り添う月の優しく包む